自分の感覚で何もできてないのにやったっていう満足感じゃなくて、うん、あくまでもコントロールしたことがうまくコントロールできたっていう達成感ですよね、うん。いやー、なかなかちょっと今回奥がちょっと深いですね。自己肯定感。ファンライドサーフアカデミーです。富岡さんです。よろしくお願いします。お願いします。今日は夏場の市役所職員さんのようなそんな入れ出しでございますけれども、下はジャージですか、ね。はい、よろしくお願いします。なんかこの絵面がちょっとなんかニュースみたいな感じですけれども、新しい感じです、はい。さあ、お勉強です。はい、はい。前回はですね、こんな感じでございました。バン、はい。今ボトムターンをやっておりまして、はい、自己分析、基本テクニックの理解、フィットネス、来て、前回が波の使い方。そうですね、はいはい。ここまでをちょっとじゃあ振り返っていただきますと、そうですね、まず、はい、自分自身ボトムターンどうなのかっていうところを知ってもらって、うん、はい、まあ、基本テクニックの理解っていうところで、うん、ね、3つずつぐらい、はい、チェックポイント出しました、うん。でフィットネスは、まあ、その中でも、背中の肩甲骨周りをちょっと意識しながら取り組んでもらった形ですね、はい、うんうん。で前回の波の使い方というところまでを、はい、やっていって、はい、まあ、それをトータル的にメンタル、このボトムターン、はい、うん、今回は、はい、自信持ってボトムターンに取り組めてますか、うん、自信持ってボトムターンを行えてますかっていうところを、はい、メンタルっていうところで触れていこうかなって思うんですが、はい。というわけで今回はボトムターンのメンタルでございます、はい、ボトムターン最終章ですね、はいはい。どうですかボトムターン、どうですかボトムターン、あ、自信を持ってでできてるかどうか、できてますか、まあ、自信があるかって言われたらちょっとやっぱそんな、あの、まあ、YouTube なんかで上手な方のやつを見てる、そのボトムターンと自分のボトムターンを比べた時に、まあ、やれてないじゃないかなとは思いますけどね、うん、自信はないですね、うん。まあ、自信ない原因っていうのは、はい、そういうところから自信がないっていう感じですかね。そうですね、あとはやっぱり、まあ、前回もね、話があったんですけど、そのやっぱ自分のライディングを一回動画に撮ってみるっていうところで、まあ思ってる感じじゃないですよね全然、うん、はい。見た目っていう部分ですね。見た目もそうですし、自分でそのやってるつもりだけどやっぱしっくりきてない感じが、感覚もいまいち、感覚、そうですね、なんか、うん、あ、今なんか綺麗にドライブしたなと思ってもそこから先につながらなかったり、その一連の動きの中でのそのボトムターンってなるとやっぱりバチッとこううまくはまらない感じというか、うん、なんというか。ただ今聞いてると、はい、なんかそれまでね何項目かありましたけど、はい、テクニック的なことだったり、うん、波の使い方だったり、はい、そういうのは意識して練習されてるっていう感じですかね。そうです、相当でもやっぱり、ね、せっかくいろいろ学んでるんで、うん、そのボトムターンにここまでなんか意識を集中してやったことないなっていうぐらい、まずはとりあえずやってみようという、うん、もう一回波乗るときはもう必ず意識してボトムターンをやるっていうところはちゃんと取り組んでると思います自分の中では、はい。それをやったことで、はい、以前と違う感覚っていうのはあります？違う感覚、まあそうですね、まあ、自分自身ここまであのボトムターンを意識してサーフィンをしたことが、うん、まあ、なかったので、まあ、今までよりはちょっとできるようになったのかな、うん、ぐらいの。そこはあまり自信にはつながらない、うん、いやまあ、自信、そうですね、そっからね、何かボトムターンから何か技をメイクするとこまでいくと多分自信にもつながってくるのかもしれないですけど、うんうん、まだそこの域には達してないような、うんうん、そんな今日この頃です。今聞いてるともう0か100っていう感じに聞こえるんですけど、はい、0か100、はい、はいはい、全てが完成すれば、うん、満足感は得れるけど、はい、それがなければ満足感は得れない。ああ、まあそうですね。満足、あ、今のはってなるとやっぱり、うん、やっぱじゃあコンプリートしたいですよね。なんか自分が思ってるところまで。
ただね、練習するっていうのは、はい、ここにたどり着くまでの過程の話じゃないですか、うん、はいはいはい、そこをもう少し大事に取り込んでいけたらなって、うん、なるほど、思うんですね。あ、でも一個思ったんですけど、めちゃめちゃ鋭いプルアウトはできるようになりましたよね、はい、それってこいつやるなみたいな、うん、以前より良くなった部分ですよね、はいはい、そうですね、うん、はい、キレキレのプルアウト、それは具体的にボトムターンに取り組んだ技術的なものが生かされてるっていうところですか。だと思います、それは、はい、そこは自信にならないまあそうですね、はい、そっからのこうパーンってやって、そっからまた沖に向かう姿はちょっと自分の中で良くなってるわかんないですけど、はあ、はい、ただね、今聞いてるとそのやっぱり取り組んでいる自分からコントロールしてやるべきことを取り組んでるっていうところですごくいいと思うんですよ、はい、うん、はい、ありがとうございます。でそれをどんどんやっぱり自信に変えていってもらえた方が大きな自信につながってくるんですね、うん、なるほど。結構その途中の細かい成功体験というんですか、はい、っていうものを自分の中に入れていかない人が多くて、うん、まあ、先ほどの話じゃないですけど、全てを完成すれば OK だけど、それまでの取り組みなんかをいいと捉えない、うん、はい、そんなことないと思うんですよね、うん、そこに集中して取り組んだことって立派なことだと思わないですか、はい、まあ、自分でそんな立派なことだと思いますとはなかなか言えないですけれども、そういう小さいものを自信に変えていってほしいんですよ、はい、うんうん、で、前回までね、いろいろその基本テクニックの確認ですか、はい、の中で項目ね、いろいろ挙げましたけど、はい、そのプレスするとかっていうのは比較的簡単なことで、はい、うん、アプローチしやすいと思うんですよ、うん、ただその上半身を引き上げるリフトアップ、リフトアップって結構ね、今まで前かがみでバランスを取ってた人がトライするのって結構勇気がいることだと思いますね、はいはい、そこもやっぱり取り組んでみて感覚を得る必要があって、うん、失敗するかもしれないですけど、はい、やった頃からこそなんか手応えを感じれるっていう部分、うん、実際どうですか、今までね、のボトムターンプラスアルファ何か取り組まれてるじゃないですか、はい、まあ確かにいい波、まあ、どんな波でもやっぱロングボードなんで、やっぱ最初ノーズにすごいこだわっていて、うん、でそればっかりちょっと練習してたりもしたんですけれども、もうでもボトムターンをやるって決めたら、とにかくそのなんていうんですかね、それをそのボトムからそのまあ当てたりだとか、そこばっかり、まあその練習法が合ってるかどうか分かんないんですけれども、もういくらノーズいけるそんな波でも、そこはちょっと一旦置いといて、でそのボトムターンからのっていうののタイミングをこう常に狙うっていう、うん、まあ本来行ってノーズかけてまた戻ってチャンスがあったらっていうその、まあ、流れでやるのがあれなんですけど、まあ、そこまでちょっとまだ達してないんで、一個ずつちょっとやっていこうかなと、そんな練習法をやっております。なんかそれの方がいいと思いますよ。あ、本当ですか。やるべきことに集中してるわけじゃないですか、はい、それをコントロールしようとしてるじゃないですか、はいはい、トータル的に一連の流れをやってみて、はい、なんとなくうまくいったなって、やっぱり集中しにくいもんで、うん、どっちかというと偶然そうなったっていう可能性の方が高いような気がするんですね、はい、ただそのワンセクションこれをするんだっていうふうに集中して取り組むっていうことは、はい、やるべきことを全てコントロールしてるじゃないですか、うん、もちろんそれの方をおすすめしますし、それの方がおいおい、はい、うん、高いシチュエーション、難しいシチュエーションで自分のそのスキルに集中してやった時に、うん、今まで以上の結果が出る可能性の方が高いので、はい、うん、今の練習を続けてもらえたらなっていうのは思いますね、まあ、ただやっぱりこれあれなんですかね、その例えばそのコンペティターの方と、まあ、ちょっとやっぱりその、まあ、ロングボードでもショートでも、まあ、ただ気持ちよくそのサーフィンがやりたいっていう人と、うん、あとはその中間ぐらいのそのやっぱ人よりもちょっと上手くなって、うん、まあ、目立ちたいじゃないですけれども、もっとこうガンガン攻めたい、このどこに自分が向かってるかでやっぱスタイルっていうのはそれぞれ変わってくる
そうですね、練習法というかそもそも練習って何みたいな、まあ、やっぱり最初ね、はい、触れた、うん、なぜサーフィンされてるんですかっていうところに、あ、そこにたどり着くわけですかね、はい、やっぱりそのワンマニューバーワンマニューバーをもっとやっぱり上手くなりたいっていう理由が何か自分の中であるんであれば、うんうん、やっぱりどんどんトライしないとそこには向かわないでしょうし、うん、はい、トライしたからこそ得れる感覚がいろいろ今までもあったと思うんですよ、うん、はい、でそれで自分で経験してみないとね、うん、アウトプットする情報をインプットしただけでは実際体で、ね、表現するものなので、うん、やってみないとわからないし、ちょっとでもやったことが自信になっていくと思うんで、はい、そこの繰り返しですよね、うん、やっぱどこに自分がそのモチベーションを持っていくかっていう、うん、やっぱこうあパーンって、あ、今の良かったなと思った時にバッて見た時にみんな全然見てない、波待ちずっとしてたらなんかやっぱ悲しいですもんね。サーフィンでそういうもんですよね。だいたいそういう時に限って見てないんですよ、誰も。そうですね、はい、ね、映像にもね、映像結構撮ってもらってるのに一番いいライディングだけ撮ってもらってないっていうことも多いですね。そうなんですよ、そこなんですよ。ただ自分の中でうまくいったっていう感覚は自分の中で自信になっていくものなので、うん、はい、そこはどん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 挑戦していってもらったらと思います ね、うん、ね、失敗した時に限って見てますよね、人ってね。そうですね、はい、それが逆に自信につながらなくなくなっちゃう、なってしまう、そのね、はい、アドバイスになってしまうんですけど、うん、よりはやっぱり自分で取り組んだこと、自分でコントロールしたことがうまくいったのかどうかっていう部分をやっぱり判断していってもらう必要はありますよね。なるほど、はい、はい、で、まあ、今回ちょっとお伝えしたいのが、はい、まあ、そういった細かい、自信を持っていってもらうっていうことで、うん、自分を肯定するっていうことで、はいはい、出ました、自己肯定感。自己肯定感、はい、なんか怪しげなセミナーっぽくなってきましたけれども全然怪しくないですよ。自己肯定感とは、はい、サーフィンでいう自己肯定感、結構多いのが、はい、やっぱり先ほども聞いてて、何でしょう、挑戦して、うん、その感覚がちょっとずつ良くなってるっていう進歩があるのに、はい、うん、そこを良しと認めない、お、練習して徐々に良くなっていってるものを、はい、なんか他のできてないことにフォーカスしてしまって、うん、トータル的なサーフィンができてないっていうようなところで、はい、ちょっとずつできたところに自信を持てていけてなくなってる人が多いんですね。うん、わかります。いや、ちょっと難しいです先生。できてる、例えばテイクオフ、できてるけれどもテイクオフしました、はいはい、テイクオフしました、今はボトムターンに取り組んでます、取り組んでます、でボトムターン、今取り組んでる、まあ、プレスだったりリフトアップをして、はい、なんか前よりいい感じだなっていう感覚は多少ありました。感覚はあります、はいはい、で最後、波がちょっとクローズしてバーンとワイプアウトしてしまいました、はい、いい波だったのにワイプアウトして自分のサーフィンダメだなってって感じてしまう、うん、はい、っていうのが良くないっていうことなんですけど、せっかくボトムターンに関してはトライして、はい、今やってることに意識を向けてコントロールしてそこができたのに、うん、トータル的なボトムターンっていうところにフォーカスしてほしいのにフィニッシュが失敗したっていうところに意識がいってしまうと、はい、せっかくできたっていうちょっとした自信が失敗っていうところが上回ってしまうと何も積み重なっていかないじゃないですか、うんうん、だからもっとやっぱり先ほどの練習の取り組み方と一緒で、はい、今何をしてるのかでそのコントロールしたことがちょっとできたんであれば、うん、あ、今いい感じでできたっていうところをどんどん持っていってほしいっていうことなんですけど、あ、自分で自分を褒めましょう、そうですね、っていうことですかね、分かりやすく言うと、はい、そうですね、はいはい、しかも本当小さいことでいいんですよ、はい、そこの積み重ねが最終的にもう少し難しいところにアプローチする自信っていうのにつながっていくんで、うん、はいはい、小さい自信の積み重ねがなければ大きい、ね、リスキーなところにトライするっていうのもやっぱり萎縮して難しくなってくるので、うん、はい、まずはできるところから、はい、小さいところからでもトライしてできることができたっていうところに自分を肯定するっていう感覚を、うん、持っていってほしいなっていうところですね。やっぱ自分でもそのやったぞっていう意識を持った方がいい、うん、そうですね、ということです。でもいますもんね、そんな大したライディングじゃなかったのに戻ってくるときもやってやったみたいな
うん、こんなしてどう今のみたいな感じで、そういうことですか。大事なことですよ。今のカットかな。いや切ってもらおうかな、今のは切れないです。まあまあそういうことですよね。そうですね。それを、はい、それをあの今まで伝えてきた項目を意識してコントロールしたことですよね、うん、そういうのがなくて自分の感覚で何もできてないのにやったっていう満足感じゃなくて、うん、あくまでもコントロールしたことがうまくコントロールできたっていう達成感ですよね、うん、そこが何もなければ何を自信持たれたのかっていうのがあまりね、わ、はい、からないんで、はいはい、いやなかなかちょっと今回奥がちょっと深いですね、自己肯定感、うんうん、簡単なことでも、まあ、今回そのテクニックの部分でお伝えした部分、はい、そんなに難しい部分じゃないですし、うん、今現状をお伝えしてるのって結構基本的な部分が多いので、はい、でその中でも、ね、リフトアップするために、うん、リフトアップすることって結構もしかしたら自信が持てない人というか不安が高ければ上半身を引き上げるということは難しいかもしれないんですけど、まあ挑戦してみてちょっとでもいい感覚を得る、まあそのためにはあのフィットネスでね取り組んだようなことをやってもらえれば体の動き方も多少は良くなってきますし、そういう感覚を確認しながら自分で取り組んだことを肯定していくっていうところに意識を向けてもらうような考え方でメンタルを向上させていってほしいなっていうところですね、うん、なるほど、はい、さあというわけで、ボトムターンは、まあ、今回ここまでということでございました、はい、では次回からまた新章に突入します。こちらそうですね、はい、クリエイトスピードなんですが、はい、これは単純に、はい、スピードの付け方ですね、はい、はい、スピードの付け方、クリエイトスピードの自己分析と。そうですね、ここの流れはいつもと同じで、まずは自己分析から入っていこうと思います。はい、はい、次回もぜひ皆さんね楽しみにしていただきたいと思います。おそらく次回もこの服装だと思います。ファンライドアカデミー富岡さんでした。ありがとうございました。